ラは実際太陽の塔をあのプロジェクションマッピングっていうイルミナイト万博2013で使われたあのライブマッピングパズルのシステムになります。こちらでお絵描きしたものが実際太陽の塔にあのプロジェクションマッピングされるっていう仕組みになっております。とりあえずあの一通り説明させていただきます。まず太陽の塔に自由にお絵描きができるんですけど、2分間お絵描きを自由にします。こういった感じで色を塗ったり、ペンの太さを変えることも可能です。自由にお絵描きをしていただいて終了ボタンを押すと、お絵描きのあのお絵描きしたものの作品名を書いてくださいっていうメッセージが出てきます。で OK ボタンを押して、間違った時にはちょっと消しゴムで消していただいて、今回竹中のブースに書いていただいて終了ボタンを押します。次はあの写真を3枚撮るんですけど、この中から好きなものを選ぶことになってきます。でこの 3個の中で好きな写真を選んで OK ボタンを押します。で後からあの Facebook にアップすることもできるので、こちらの方は、まあ、はいを押していただいて、次はあのインタラクティブのパズルマッピングのブースに移動します。こちらにアートギャラリーが2つあるんですけど、先ほどはあの1番目のアートギャラリーでお絵描きをしたのでこちらを選びます。あ、こちらにお写真が出てますので、自分が写ってる写真を選ぶとお絵描きしたものが写るようになります。こちらちょっと実際太陽の塔の模型を振ってみます。入ってまして、プログラムと連動させてあのされてますので、こちらの方を振ることによってあのプロジェクションマッピングされている映像が崩れ落ちるっていう信号がいくことになります。で次はあのパズルマッピングの方をやりたいと思います。すれば完成しましたっていうおめでとうございますメッセージが出てくるようになります。こちらの方はモニターの方が6点タッチまでなので、最大6人まで同時にパズルをやることができます。で実際こちらの方にカメラがございますので、プロジェクションマッピングされる時にもこちらの手が映るようになります。最後の1ピースを完成させると、で最後にお写真とメッセージが出てくるようになります。ライブマッピングパズルなんですが、延べ10日間実際プロジェクションマッピングのイベントを行いまして、そちらの方でインタラクティブのブースですごく喜んでいただいて、大変好評いただいたシステムになっております。ぜひ皆さんもご体験できればいいなと思いますので、ぜひイベントジャパンの方にお越しください。ありがとうございます。